繊細かつ優美な幾何学模様を作り出す万華鏡。同じ模様は二度と見られない一瞬の美。この美しい万華鏡と有田焼を見事にコラボさせたのは、窯元でも陶芸家でもない有田町のある企業です。有田町は県の西部に位置し、人口およそ2万人。町内には70軒を超える有田焼の窯元がある焼き物の町です。有田焼万華鏡は、有田町で焼き物を入れる化粧箱などを60年前から製造している佐賀段ボール商会が開発しました。畑違いの企業がなぜ有田焼で万華鏡を作ったのか。きっかけは石川敬三社長が入院した病室にありました。大腸がんで、その時にですね、たまたま自分の癒しのために木製の万華鏡を持って行ったんですね。病院には寝たきりのおばあさんたちがたくさんいらっしゃいましてね、その方に見せたら、わあ綺麗と、こんなに多くの人に夢と希望と生きる力を与える万華鏡がね、有田焼でできたらいいなと思ったのが、この開発のきっかけですね。とはいえ、焼き物と万華鏡に関しての知識はほとんどなく、地元の老舗窯元や日本を代表する万華鏡作家などに協力を依頼。試行錯誤の末、2004年3月に有田焼万華鏡が完成しました。製作はすべて手作業。女性社員が組み立てや調整などはもちろん、万華鏡の模様の元となるオブジェクトと呼ばれるガラスの部品まで一つ一つ丁寧に製作しています。こういうオブジェクトのねじり具合でも見え方が変わってくるので、その辺が難しいです。手作業で出来上がった万華鏡は、筒状のものや卓上型のものなど、大きさも形も様々で、およそ60種類。石川社長は万華鏡を持って地元のある場所へ。願いであるね、有田の町が元気になりますようにということと、それからこの素晴らしい有田焼が世界中の人たちにね、広がりますようにという2つの願いですね。先月、有田焼万華鏡の良さを知ってもらおうと、石川社長が向かった先は京都市。世界中の万華鏡作家やバイヤーたちが一堂に集まる万華鏡世界大会の会場です。この大会は毎年アメリカで開催されていますが、27回目の今年、初めて京都で開催されることを知った石川社長が、自慢の有田焼万華鏡を出展しました。会場にはアメリカやスイスなど90人を超える世界各国の万華鏡作家の作品がずらりと並んでいます。この日はバイヤーだけでなく誰でも入場することができ、会場は多くの人であふれ、あまりの混雑ぶりに入場制限も。世界中から集まってきた万華鏡がこちら。
59のブースで1000点以上の万華鏡が展示販売され、石川社長のブースにも多くの人が。訪れた人たちは有田焼と万華鏡の美しさに引き込まれていました。綺麗です。とても有田焼でこの周りを焼いてる感じもとても素敵で、はい、気に入りました。I feel great. Do you like kaleidoscope? Yes. 4日間の期間中、国内外から訪れたおよそ4000人が小さな覗き穴から広がる色鮮やかな世界を楽しみました。で、小さい子どもたちからお年寄りまでみんなに見ていただきたいんですね。外を見て感動していただくと、で、中を見てさらに感動してもらいたいと。世界中の人に癒しの心を、また有田焼の文化伝統というのをね、伝えていきたいという夢を持っております。オンリーワンの商品を有田から世界へ。開発から13年、有田焼万華鏡は世界への一歩を踏み出しました。